あのね、山中温泉の道の駅に来たんだけどね、なんとね、食べ物屋っていうか温泉お風呂あって、そこの中にある食べ物屋がね、火曜日休みっていうことで、休みだったわでね、こういうなんかね、電車あるんだから、ちょっと電車取ってみっちゃ。この真ん中っていうか黒い屋根の部分が道の駅でね、ここにね電車おるん、白鷺やって登ってみっちゃ。あ、ちょっと口果てとるよ。え、ちょっと口果ててますけど大丈夫でしょうか。あ、怖いぞ。わ、開けるよ。あれ、あ、あかんかったわ。あ、面白い景色も見える。こっち側から入れるかな。何気に怖い階段。開いとる。こっち戸開いとるよ。わ、面白い。わ、ちょっと怖い。外見える。何気に怖い。ちょっと床怖いです。わ、うわ、なんかちょっとなんとなく床怖いんですけど。うわ、面白い。道の駅に電車があるよ。そして誰もいません。そして暑いうわ、怖い。ここから出れるようになっとるよ。奥まで行ってみっちゃ。外見えるよ、外見える。わ、おお、いや、なんかさ、蜂かなんかの虫の音が聞こえるよ。怖い怖い。出よう。天然サウナになっておりますよって。お風呂どうぞって言って火曜日休みだし。喫煙所を覗いてみっちゃ。本日休みということですが、前にだけ行ってみようかな。閉まっております。ここご飯食べるとこなんかな。Thank you.
ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。